行政院が発行したクーポン券振興3倍券は7月1日から予約をスタートしました。台湾元1000元を支払えば3000元相当のクーポン券がもらえます。紙のクーポン券とデジタルクーポン券の2種類あります。紙のクーポン券は7月1日から7日までにコンビニあるいは公式サイトで予約でき、7月15日から31日までに受け取ることができます。第2陣は8月1日から7日までに予約、8月15日から31日までに受け取るということで、使用期限は12月31日までとなります。予約しそびれた場合は7月15日以降、郵便局で健康保険カードを提示し購入する方法もあります。デジタルクーポン券は7月1日から使用する予定のデバイスやカードの公式ウェブサイトで登録したら、15日以降台湾元3000元を消費すれば2000元がキャッシュバックされます。なお紙の振興3倍券にはお札と同じレベルの偽造防止技術が施されています。透かし線像模様、さらに特殊発光印記を使っているため、蛍光灯を当てると青と赤の細い線が見えます。